まあ、大きい手術をしたんですよね。これ自分なのかなっていうような自分が鏡に映ってたんです。バタンと倒れて、何があったの？演出なのかなっていう。衝撃的すぎ、携帯に感じて気が気じゃなかったです。人工呼吸器を入れていた影響で喉がちょっとかすれていて、心外だったな。ちゃんとしたその夢として自分に気づき始めたのは自然だったかもしれないですね。サヤが突然私を呼び出してくれて、もっとやらないって言われて、歌い方に縛られないエクセンカウンターがすごくいいな。タオル振って横に振って、私専用のシンバル、あまりシンバルの相棒にしてる時いない。みんなに歌わせることが使命って思います、このライブで。この歌詞にはあの時のノートのあれが綴られてるのだろうか。こんなにボロボロになった自分を見て、誰がこんな私を欲しがるんだろう。5分前になります。